時刻は夜7時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。日田健こと司法書士の日高健一です。今日はですねスペシャルゲストの JD マッキーも一緒にお送りします。はい、今夜も皆様が聞いて得するさまざまな、知識をお届けします。30分間どうぞお付き合いください。今日はですね今紹介あったJD マッキー、JD マッキーさんと一緒にですね、はい、2人で、お届けします。マッキーじゃあちょっと自己紹介。はい、皆さんこんばんは、 JD マッキーです。 JD マッキーはこの日田健先生の次の番組をやっているあのだからよという番組をやっているものです。現役の女子大生で4月から4年生になります。今日はよろしくお願いします。はい、もう4月から4年生なんだ。はい、もう最後、はい、あと1年でもうじゃあ大学生活も終わりなんだ。そうなんですよ、めちゃくちゃあっという間で。へえ、早いね。じゃあ今就活中。はい。どんな就活してるの？今はですね、この行きたい企業さんの会社訪問をしたり、自己分析、自分ってどんな人なんだろうっていうのを考えてます。それを、はい、自己分析をして誰かに伝えるの？会社の面接の時とかに。そうです。会社の面接の時にこの面接官の方にいろいろ聞かれると思うので、その質問に答えられるように準備してます。あ、はい、でこれ質問に答えうまく答えられる人がよく評価されるわけでしょ、うん、評価されない、うまくアピールできなかったら評価されにくいんだよね。そうだと思うんですけど、多分面接官の好みとかもあると思います。いろいろ。じゃあ無口な人とか、うん、社交的な人は難しい、うん、社交的、コミュニケーション取れれば多分すごく分かりやすい人だとは思うんですけど、うん、無口でも仕事はできる人とかもたくさんいると思うので、寡黙な人とかもいるじゃない。うん、多分面接でそれを見抜くんじゃないですか。あ、コミュニティの人、うん、まあ、あのコミュニティ能力が長けてる人とそうじゃない人ってやっぱりいるし、うんうん、コミュニティ能力はないけど、はい、すごく技術的なスキルを持ってる人もいるから、うん、どうやって見抜くのかなって思ったりね。時々自分なんかもう採用する側なんだけど、うん、はい、なんか愛想が悪くてもこの人いいもの持ってるなっていうのも時々あったりとかして、ただこれで判断して就職を決めるっていうのもなかなか怖くてね、はい、なんかそんな感じではあります。はい、この番組では私日田健に聞いてみたい法律問題、トラブル、その他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンのホームページではユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますので、そちらもお楽しみください。さあ行きましょう。日高司法書士法人プレゼンツ教えて日田健先生、スタートです。はい、今日はですね、法律相談に入る前にですね、はい、僕の方からですね、具志堅用高、ボクシングの具志堅用高選手、先輩のですね、祝賀、パーティーの お知らせです。はい、でですね、まず、祝賀パーティーが、内容ですね、が、具志堅用高氏国際ボクシング殿堂入り、記念パーティーです。はい、ですね、日時はですね、平成28年4月28日木曜日、来月の4月28日木曜日ですね、午後6時から6時半開演ですね。場所はパシフィックホテル沖縄です。パシフィックホテル沖縄で、行います。それですね、このどういった趣旨かっていうのをちょっと説明していきたいと思います。マキ、具志堅用高さん知ってますか？知ってます。すごく面白い人ですよね。そう、面白い人面白い人ですよ。マッキーの世代は、うん、マッキーは今20代の初めの大学3年生だから、はい、大学3年生から見る具志堅用高ってどんな感じかな？すごく沖縄口でずっと、うん、面白いし、うん、なんだろうな、人とはちょっと考え方がかけ離れてるっていうか、なんかボケてるのかなっていうような、うん、お話をするし、あと伝説をたくさん持ってる方ですよね。伝説を、うん、具志堅用高さんってタレントって知ってた？え？お笑い芸人って知ってた？そうなんですか？本職は何だと思う？え、ボクサー。あ、ボクサーだったら知ってるの？はい。ボクシングやってたって知ってる？知ってます。強かったって知ってる？それはあんまり分かんないです。ボクサーだったのは知ってるけど強かったのは知らない。はい。
あのね、今回のイベントは、はい、あまりにも強すぎたから昔、うんうん、この強かった実績 を評価して、うん、国際ボクシング殿堂っていうところに入ったの、すごい世界中で強かった人しか入れないところに、うん、まあ、名を刻むというか、うん、だから殿堂に入ってしまったの。それで、うん、すごいねっていうことでみんなでパーティーしようっていうことでなったの。でね、ちなみにね、具志堅さんってこうボクシングってね、はい、日本チャンピオンってあるじゃない、はい、日本で一番強かったら日本チャンピオンじゃない、はい、具志堅さんどこまで行ったと思う？ってことは今日田健先生が日本のチャンピオンまでは、うん、日本のチャンピオンの説明はされたんで、うん、世界のチャンピオンですか？そうそうそう世界のチャンピオンになったの、はい、世界のチャンピオンにもなって、でしかも、はい、チャンピオンになったらさ、挑戦者が来てさ、うん、また防衛戦ってやるじゃない、はい、何回防衛したと思う？じゃあラッキーセブンの7だ、ね、うん、全部でね13回、これがね破られてないんだよ、ずっとずっと。どういうことですか？あのこの13回も防衛する人って今までいないわけ、みんな普通のボクサーは3回ぐらい防衛するぐらい、3回とかね、まあ、1回も防衛できない人いるよ、うんうんうん、チャンピオンになったけど次のチャレンジャーにすぐ負けちゃう人もいるけど、はい、具志堅さんは13回も防衛したのね。すごい、超すごいんじゃない？そうそうそう、うん、それぐらい強かったの。でね、今回の主催はですね、具志堅さんの母校、具志堅さんどこの高校出身か知ってますか？いや、ちょっとわからないです。はい、具志堅さんはですね私立江南高校出身です。江南高校近いですね。私浦添高校出身なんですよ。超近いじゃない？近いですそうそうそう、だからご近所さんだね。はい、で具志堅さんも、あ、具志堅さんが江南高校出身ということで、今回はですね江南高校同窓会が主催して、はい、具志堅高校記念、国際ボクシング殿堂より記念祝賀会があります。ですね、もう一回言っときますけど、お伝えしますけども、来月の4月28日木曜日ですね、ぜひですね、江南、まあ、江南高校 OB が中心となり、OB っていうのは江南高校卒業生が中心になりますけども、ぜひですね、具志堅さんに会いたい方、講演会とか聞いてみたい方はですね、お話聞いてみたい方、会いたい方はですね、ぜひ、連絡ください。この FM 宜野湾のメールでもいいですので、あと、日高市養生所法人連絡いただければ、参加、できるようにしますので、そうですね、ぜひ、よろしくお願いします。でですね、翌日の4月29日にはですね、はい、具志堅高校とするチャリティーゴルフコンペっていうのもあります。楽しそう。具志堅さんと一緒にゴルフをやると。すごく何かボケをしてくれるんですよね。けど、具志堅さん、上手なんだよ。はい、ゴルフですか、うん、超上手。やっぱり、スポーツ一つできる人はいくつでもできるんですかね。ですかね。やっぱり、一生懸命やるんじゃないかな。あのね、そうそうそう、テレビとかでもやったけど、あのとっても上手だった。スポーツできるから なんでかな、そうそう、そんな感じではありますね。具志堅さんって面白いよね。あ、なんか末期なんかだったら伝説とかってどんなイメージがある？私実は具志堅さんの伝説を一つ知ってまして、うんうんうん、皆さん知ってるかわからないんですけれども、うんうん、結構有名なものなんですけど、うん、この具志堅さんがこのハンバーガーショップにドライブスルーに入った時に、うん、店員さん、このスピーカーからの声で店員さんが、あの、ご注文お決まりでしたらお伺いします。ああ、ドライブハンバーガー、あの、はい、ファーストフードマックとかの、そうです、あのドライブスルーね、あそこで車で行ったら、注文するじゃない、うん、でそれでご注文お願いしますとと言われたら、うん、この具志堅さんが、うん、あ、じゃあこれとこれとこれねって指を指しながら商品を指したんですって、うんうんうん、そしたら店員さんが、あ、申し訳ございません、お名前でお願いします、うん、と言いましたら、具志堅さんは、あ、具志堅陽子ですあ、自分の名前言ったわけねみたいですすごいですよね。お名前、うん、じゃあお名前って言われたらね、うん、もしかしたらスッと自分の名前言ってしまうかもしれないですけど。なるほどね、うん、そう、やっぱり面白いよね。面白いです。考えてやってるのか、それとも天然でやってるのか、うん、さすが、まあ、その辺がね、うん、上手なところが、まあ、人気あるところなんだろうけどもね、うん、魅力ですね、うん、今でも、まあ、スポーツ選手としても活躍して、でタレントとしても活躍して、こう今でもね、はい、いろいろ、まあ、大活躍だから、珍しいっていうか、やっぱりすごいなと
思いますし、はい、うん、今でも沖縄のコマーシャルもね、例えばオリオンビールのコマーシャルだとかね、お墓のコマーシャルだとかね、メモリアル整備協会とかね、そういった会社のオリオン、今回もオリオンビールとかですね、沖縄県メモリアル整備協会とかがですね、今日応援してくれてますので、はい、とても楽しみにしています。僕自分自身もね、具志堅さんの、はい、出身の江南高校出身で、僕自分自身も具志堅さんの出た江南高校のボクシング部出身なので、うん、直属の後輩としてね、ぜひこの、記念パーティーはですね、成功させたいなと思っています。なんとですね、パシフィックホテルですね、500人ぐらいを予定したもう大きなパーティーですので、うん、ぜひ江南高校の方はね、ぜひ参加してほしいなと思います、うん、なぜかというと江南高校は、まあ、みんなそうなんですけど、江南高校って全国から、全国って沖縄離島も含め、北部南部と来ますけども、やっぱり活躍してる人みんないるのでですね、この江南のネットワークつながりを通じて、またビジネスにとかですね、人の縁とかがある、うん、あると思うので、何かネットワーク作りになるんじゃないかなと、うん、やっぱりこのこういう具志堅用高っていうネームバリューでね、人が集まってきますので、その際にやっぱり、会ってね、同じ母校のつながりがあったんだということになれば、ビジネス的にもいいだろうし、まあ、今後いいつながりになるんじゃないかなと思っています。はい、そんな、はい、先生、はい、一つ気になるんですけど、はいはい、この具志堅用高さんの直属の後輩とおっしゃったじゃないですか、3年間のうち、一緒に練習した期間とかはあったんですか？年がね、うん、違いすぎて、うん、もちろん先輩が、時々帰ってくるときに、はい、指導を受けたことは何回かあるけれども、すごい、具志堅さんはね10期生なのね、はい、僕は28期生なのね、で18個違うから、うん、親子ではないけど、まあ、18個違うから、はい、具志堅さんがチャンピオンになったのがおそらくね、多分昭和48年なの、その時に僕生まれてるぐらいだからそうそれぐらいのギャップはあるけれども、うん、やっぱりこのなんていうの、伝統あるね、江南高校、うん、伝統は何ですかって、これで江南高校のボクシング部っていうのは、江南高校っていうのは伝統がありますねっていうことで、まあ、これも話題になったんだけど、はい、具志堅さんに質問でね、江南高校の伝統は何ですかっていうことですね、蛍光灯ですかねっていうような感じ、この伝統っていうとさ、そういうようなそういうボケみたいのも、うんうん、蛍光灯だったと思う、確かナショナルだったかとかってね、ジギャグ、そうこれを普通にできるところがね、うん、いうある意味天才と思います。そう頭の回転早いんじゃないかなって思いました。そうかな、うん、だって私が考えてる一歩先を考えてるような気持ちになりました今、蛍光灯がそうだろうね、だからその辺がね、まあ読めないところだね、うん、計算でやってるのか天然でやっているのか、はい、うん、難しいところですね。だからぜひまあ、こういう機会にね、江南高校の大先輩である具志堅用高さんが、来月4月28日にですね、来沖して、パーティーがありますので、パシフィックホテルにぜひ、来ていただきたい。会費はですね、5000円になります、うん、せっかくですので、江南のですね、先輩方もいっぱい来るし、後輩とかですね、つながりいろいろ、各経済界だとか芸能界だとかで活躍している方、プロのスポーツ関係で活躍している方も多く参加すると思いますのでね、はい、ぜひ参加してください。具志堅用高さんのパーティーの告知は以上でした。でですね、じゃあ続きまして、せっかくですのでマッキーとの対談をいきたいと思います、はい、ですね、マッキー、じゃあちょっとですね、今の時期にやっぱり春なので、はい、卒業シーズン、はい、卒業式のシーズンでちょっと話したいかなと思いますけど、いいですね、うん、春といえば卒業式、入学式ですもんね。そう最近もうなんかあったんじゃない、卒業式もありましたね。沖縄国際大学3月18日に卒業式があって、先輩たちを見送ってきました。おー、うん、
小学、あの中学校高校大学と一番好きな卒業式ってのはどっちなの？私は高校が思い出があるかな。高校が思い出、はい、高校はどんな感じだったの？高校はあの生徒会の副会長をやらせていただいておりまして、そのままこの舞台に上がって目録贈呈をさせていただきました。なのでみんなの前に立ってみんなの顔を見てるときに、うわーこの仲間に出会えてよかったなって思う瞬間でした、ね、みんなの上に上がってるときに。そうです、舞台の上に上がって前を向いてみんなの顔をバーって見渡したときに、あの人とはこんな思い出があったなっていう、なんか走馬灯みたいな感じで、へー、パパパパパパってフラッシュみたいな感じで出てきました。思い出がたくさん。いいね。はい、そっか。あのあとさ、はい、卒業シーズン、はい、だからこそっていう歌があるじゃない、はい、例えばじゃあ僕の世代だとね、うん、どういうのがあったかっていうと、はい、まあ、知ってるか知らないか、尾崎豊の卒業って知ってる？いやじゃあ斉藤由貴の卒業って知ってる？いや、わかんないです。じゃあおにゃんこクラブのジャーネって知ってる？わかんないです。そういうの、マッキーの世代の歌って何の？私の世代はあのレミオロメンの3月9日とか、うん、あ、なるほどね、あとファンキーモンキーベイビーズの桜とか、あ、君に捧ぐただ一つの愛が、知ってる知ってる、はい、聞いたことはあるよ。あります、うん、桜桜桜咲くよみたいな。おー、うん、そっか、歌でですよ、この時期っていうのを思い出すんじゃない、聞いたら。あ、あります、うん、あとはなんか 今大学生なんですけど、中学校の時にグリーンが流行ってたのでグリーンを聞くと、あの時あれでキュンキュンしてたなとか、部活燃えてたなとか、あ、曲で結構思い出すことあります。グリーンで一番何が好きだったの？グリーンはオレンジっていう歌が好きです。恋の歌なんですけど。なるほどね、はい、甘酸っぱいなっていう。じゃあ、はい、じゃあ僕とマッキーでも多分どっちでも知ってるのがあったらそれを流そう。あ、いいですね、うん、多分、うん、僕が好きでマッキーの世代でも合うのは、はい、直太郎の桜は知ってるんじゃないか、はい、あ、知ってます。いいよね、いい、あれがいいんじゃない、はい、じゃあそれを今日聞いてみましょう。はい、つかちゃん大丈夫？じゃあ今日はも、直太郎の桜でお願いします。
はい、直太郎のですね、桜、やっぱり聞くとですね、しみじみとあの頃を思い出すというか、はい、みんなあ卒業シーズンってあったと思いますけど、うん、まあ、僕らの世代はね、なんていうの、例えば中学校の卒業式なんていうのはさ、もうメリケンコ世代、生卵世代で、メリケンコを投げ合ってこう顔にぶつけ合って真っ白になってっていうような時代だったけども、大暴れですね、うん、そう、末期なんかもそういう時代だったの。いや、やらなかったですよ全然。まあ、塚ちゃん特攻服なんでしょう。はい、私は特攻服を着てちょっとどんな感じだったの、ね、特攻服を買いに行って2ヶ月前から準備してから卒業式の日制服でとりあえず行って終わった瞬間に特攻服で出てきて、はい、でバイクにまたがり、うん、やんちゃだ、はい、そっか、そういう時代もあった。少々そういうのたしなんでおりましたなんか沖縄でいう成人式っぽい感じですね、なんか。そんなのもあるのか。はい、あとさ、マッキーなんかだと、はい、やっぱり女子だからさ、憧れの先輩とかいるんじゃない？いましたよ、どこにもいましたよ。どこにもっていうか、中学、高校、大学、それぞれいますね。この先輩はなんかすごくこういうところがかっこいいなとか、男女問わずいましたね。あ、はい、ですけど、男の人で憧れになるのは必ずバスケ部でした。バスケ部、はい、やっぱバスケ部がいいの？なんかかっこいいんですよ。イメージとして野球部とかサッカー部とかバスケット部なんだ。外は暑くてあ、すぐ日焼けしちゃうので、うん、しかもなんかバスケかっこよくないですか？そうかな、うん、まあ、僕らはスラムダンク世代だから、はい、ね、バスケット好きだけど かっこいいけどね、うん、はい、あ、そうなんだ。いつもバスケット部なのね。そうですね、他の部活も見てるとかっこいいなって思うんですけど、どうしてもバスケに目がいっちゃいます。あ、この先輩に卒業式に例えばお花持って行ったりとか？いやー、遠くから眺めてます。あ、そうなんだ、はい、最近大きくなってっていうか、まだ大きくなってって、まあ、つい最近か、はい、先輩と会ったことある？あります。あ、そう、どんな印象？普通にスーパーとかですれ違うんですけど、相手はわからないじゃないですか。私が憧れてるっていうか、かっこいいなって思ってる方はわからないので、勝手にドキドキしてウキウキして帰ってます。あ、そうなんだ、はい、今でもかっこいいかな？かっこいいですよ。あ、そっか、はい、そういうことではい、7時25分、うん、はい、そろそろお時間です。実際に日だけに相談してみたいという方はぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は宜野湾市おじゃなのモスバーガー裏、レキオスクエア宇治泊の2階になります。1階は au さんなのですぐ分かると思います。電話番号は0989174905 0989174905です。相談は無料となっております。Don't worry, be happy. 安心というキーワードに向けて、日高司法書士法人プレゼンツ、教えて日高健先生、お相手は、日高健こと日高健一と、JD マッキーでした。See you next week. Bye bye.